こんにちは。今日はあやとりでウィンクを作ります。では人差し指に紐をかけて、はい、人差し指の奥の紐を持ってくるっと1回転回します。そしてこの紐を親指の間に入れます。はい、次に人差し指に回したこの紐を引っ張って親指にかけます。はい、次にこの前に垂れた紐をまた親指との間に入れて後ろに回します。そして下になっている親指の下になっている紐を前に持ってきます。はい、そうするとウィンクする前の目ができました。で、この垂れた2本の紐を引っ張るとこの片方の目がパチッと閉じてウィンクします。皆さんもやってみてください。パチッパチッ。では大江戸芸人トンチンカンチンでした。